どれくらい嫌いなの？一月、二月。そんなことは誰もわからんよ。ひょっとしたら、どこが20日命に。そうでしょ、お父さん。冗談を言うな、お父さんがついてるんだぞ。そう簡単に知らせるか、知らせてたまるか。お前がどんなに悲しいか、お前がどんなに苦しいか、辛いか、お父さんよく分かってる。分かってる上でお前にこうやって頼んでる。みんな泣いてるよ。おじいちゃんもお母さんも三つ男君も。でもな、仕方ないじゃないか。白血病から逃げられない限り戦うしかないんだよ。そうだろ、幸子。わかるだろ、幸子。そうだろ、幸子。白血病であとわずかな命と知った幸子だが、それでも頑張って生きられた。恋人三男への愛があればこそだよ。222番あったわ。合格だ。合格しちゃったね。しかし幸子と三男は血のつながった実の兄弟。間違いないよ。兄と妹である。とうとうやったね、幸子さん。兄を止めてください。 AB 型、O 型の両親から AB 型の子供は生まれ、一体誰の子なんだ。はっきり言おう。大島幸子は君の命なんかじゃない。君が産んだ立派な君の子供だ。嘘、嘘よ。幸子さんは疑いもなく間違いもなく君と私の娘だ。恥知らず。恥知らず、この私が。そうよ、あなたはあの時生まれてきた赤ちゃんを捨てたの。いや、私も生まれてすぐの赤ちゃんを兄さんに渡したわ。私とあなたはね、あの時サッちゃんを捨てたのよ。それは、そんなサッちゃんを大事に大切に愛し抜いて育て上げ、17歳の立派な娘にしてくれたのは誰よ。兄さんと俊恵さんでしょ。あの二人以外に親がいるの。ついに相良は幸子の出生の秘密を噛みつけた。幸子が恋人の三男を実の兄と知る時はすぐに来た。彼って頭が良くてハンサムなんだって。羨ましい。幸子さん、こんにちは。ちょっとお話がありますの。その辺でお茶でも飲みません？はい。許してください。
都大学の医学部って名門中の名門よね。よくまあ現役で合格なさったわね。まぐれです。主人も医者、光雄さんも医者の卵、それに医学生のあなたが加わってくだされば、我が家は医者一家、未来永劫大繁栄ですわ。あなたは光雄さんの理想的なお嫁さん候補ですもの。お嫁さん。あれこれ文句を言いましたけれどね、私過去は水に流して二人のお付き合いを許すつもりでしたの。ところがね。さんには恐ろしい秘密があったんですよ。それであなたたちの仲を認めるどころか、ますます許すわけにいかなくなったの。残酷だわ。私その秘密をあなたに打ち明けていいものかどうか、今この場でも悩んでるんですよ。どうぞ何でもおっしゃってください。じゃあ言うわ。あなたと光雄さんは絶対にお付き合いをしちゃいけない仲なの。どうしてですか。実はね、あなたと光雄さんは兄弟なのよ。兄弟。血を分けた兄と妹よ。どういうことですか。幸子さんのご家族、血液型は何型。父は AB 型、母は O 型、私は AB 型です。変ね。 O 型の母親から AB 型の子供は生まれないはずよ。本当ですか。 O 型の人に AB 型の子供は生まれない。 O 型の人に AB 型の子供は生まれない。どういう。つまりあなたは大島茂俊恵夫婦の子供ではない、別の人の子供だってこと。嘘。嘘じゃありませんよ。この医学書がはっきりと証明してるでしょ。幸子さん、あなたの親は他にいるわ。他の親って。私知ってるわよ、幸子さんの本当の親を。え。父親は私の主人相良、母親はあなたの叔母大島理恵さん。この二人こそあなたの実の父親と母親よ。ファスマと相良先生が。まさか。私はね、はっきりと確かめたの。間違いないわ。全て事実、絶対の真実よ。それじゃ私と光雄さん。そう、兄弟よ。あなたも光雄さんも私の主人の子供、二人は同じ血を引いた兄と妹よ。血を分けた実の兄弟が恋愛できるの。兄と妹が愛し合っていいの。兄弟が結ばれてもいいの。あなたは光雄さんに恋をしちゃいけないんです。愛しちゃダメなの。二人が結ばれたらけだものになります。神様がお許しになりませんよ。直ちに別れなさい。光雄さんだってそうですよ。光雄さん知ってるんですか。多分ね、あなたが妹だと知ってると思うわ。ちょっと大丈夫。幸子さんどうしたんだい。急に呼び出したりして。さん、本当のことを言って。本当のこと。何を。私はお父さんとお母さんの子供じゃないわ。何を言い出すんだ。私の両親は別の人です。バカな。君の父親は大島茂、母親は大島俊恵、それ以外の誰でもないよ。私の本当のお母さんは私のおばさま大島理恵です。違うね。私の本当のお父さんはあなたのお父さん相良先生よ。冗談言うなよ。だから私と光雄さん。黙れ黙れ黙れ。
落ち着けって。捜査はしてたのよ。してて私をごまかし通してたのよ。兄弟だとしてて僕は君と付き合ってたというのか。どうしてそんなバカなことができるんだ。私が白血病だから。あと少ししか生きられないから。だからごまかしてたの。騙してたの。僕は君を愛してる。こいつはどうしたらいいんだい。妹として愛してるだけだ。バカなこと言うなよ。僕は君を一人の女として愛してる。世界中に大声で宣言したっていい。僕は大島社長を愛してる。こいつを認めない奴はどんな奴だと許さないよ。君だって同じだ。僕の気持ちが分からなければ分かるまで殴ってやる。めちゃくちゃに殴られたいのか。だったら私を抱いて、今すぐ私を愛して、私に見せてよ、二人が兄弟じゃないっていう証拠を。ねえ、お願い。私をさらって、どこへでも連れてって、好きなようにして、私を愛して、泣いて今すぐに。これからなドバーッとずっと飛ばしてな。で、朝には千歳だ。だったら私も連れて行ってください。あ、北海道へか。ワンちゃんもか。お願いします。家出だろう。お断りだね。家出じゃありません。どうしても行きたい場所があるんです。何なんだよ。え、なんだ、向こうで恋人でも待ってんのか。その人と、いつか一緒に行くって約束した場所なんです。本当に一人じゃんか。訳ありだな。その約束した、ほら、彼氏と一緒に行きな。そいつに頼みだ。何やってんだよ。お願いします。北海道へ連れてってください。乗せてくれるまでここは動きません。だからもう残念な。乗れ。ありがとうございます。日本航空501便、東京羽田発が帝国通り到着しました。陽春の東京から遥か離れた北の国、北海道はまだ冬である。見渡す限り雪に覆われた広大な牧場は、凍てついた風が吹き荒れて人影もない。
東京から飛んできた三尾は必死に幸子を探し回った。一緒に来ようと約束をしたこの牧場、幸子は必ずここにいる。そして今この大雪原の彼方で死のうとしている。恋する者の勘が知らせているのだ。三尾はただもう雪にまみれて走った。だったらどうして死ぬんだ。僕も君が好きだ。猛烈に愛してる。二人の愛さえあればそれでいいじゃないか。よくないわ。私は白血病よ。血液の癌よ。もう長くは嫌いな。自分の命が短いのよく知ってるわ。その私がなぜ今まで来てこられたか知ってる？私大学に入学したらすぐ三尾さんと結婚して新しい家庭を作るつもりだった。三尾さんの奥さんになりたかった。たった一日で、一日でいいの。三尾さんの奥さんになって三尾さんの腕に抱かれたかった、結ばれたかった。それを頼りにその夢にしがみついて病気と戦ってきたのよ。私だけど私たち兄弟なんでしょ。結婚できないんでしょ。愛し合っちゃいけないのよね、私たち。これから私どうやって生きていけっていうのよ。病気で苦しみながらただ迫って苦しみを待つだけなの。絶対に嫌だわ。今すぐ死ね。分かったよ。死ぬなら僕も一緒だ。君を一人で死なせないよ。死のうよ一緒に。
愛し合っても僕たちは兄弟なんだ。どうしようもない。君をこれ以上苦しめても何の意味もないんだ。この番組は花王、トヨタ自動車とご覧のスポンサーの提供でお送りします。私たちの分まで生きるのよ、ファン。サチコ！ミツオ君！ミツオ君！サチコ！サチコ！サガラ君！ミツオ君！父さんが心配しているぞ！サチコ！シゲルは追い詰められた若い二人が死を選ぶことを直感していた。サチコ、ミツオ君、死なないでくれ、生きていてくれ。シゲルは何度も心の中で叫び続けた。綺麗ね。君と僕の結婚式だ。後悔しないね。さあ、歩いて湖の中へ入っていって、大臣どうぞ。ありがとうございました。先生すいません、僕は先生の信頼を裏切りました。
いや、君は幸子の信頼を裏切れなかっただけだよ。先生、先生は幸子さんの命を救った。心も救ってやってくれませんか。分かってる。幸子さんに生きる力を与えてやってください。分かってるよ。僕は彼女と一緒に死のうとした人間です。幸子さんを説得する資格がありません。私だって何の資格もないよ。しかし幸子と話し合って何としても幸子を生きる気持ちにさせなければならんのだよ。みそくん、やってみるよ。力の限り幸子にぶつかってみる。幸子、お父さんだ。お前に話があるんだ。本当に私のお父さんなの？違うんでしょ？そうか、確かにそうだな。確かに血のつながりからいけばお前のお父さんじゃない。ただのおじさんだよ。お前の言う通りだ、間違いないよ。だけどな、お父さんは幸子のお父さんだ。俺はバカかもしれんがな、どう考えてもそうとしか思えんのだよ。どうして、どうしてなのよ。だってな、幸子、お前が赤ん坊の時から18年も、いいか、18年もお前を育ててきたんじゃないか。毎日毎日お父さん幸子って呼び合いながらさ、お前が小学校から中学校高校卒業するまで仲良く暮らしてきたんじゃないか。それを今になってお父さんじゃないって言われてもどうしようもないじゃないか。そりゃ血のつながりはないで、血のつながりがなくってもな、俺はお前のおじさんなんかじゃない。お父さんだよ。お父さんとしか言えないんだから仕方ないじゃないか。俺はお前の病気を治そうと一生懸命やったよ。水尾君が腹違いの兄さんだと分かっても付き合わせた。それもこれもお前に一日でも長く生きていてもらいたかった、それだけなんだよ。親としては当然じゃないか。そうだろう幸子。お父さん、それはお前を何度も騙したよ、嘘をついた。お前が白血病だということも隠して、お前が理恵の子供だということも言わなかった。父さん、親バカでな、お前のことが可愛くて可哀想で何にも言えなかったんだよ。ただそれだけなんだよ。ああ幸子、俺はお前のお父さんじゃないのか。ただの おじさんか。言ってくれ幸子、遠慮しないで言ってくれ。幸子、何を言ってもいいんだよ。さあ答えてくれ。私は覚悟ができてるんだから。Thank you.
お父さんか？本当にお父さんか？おめでとう、おめでとう、お父さん。ありがとう、幸子。死ぬなよ。生きるんだぞ、幸子。少しか生きられなくても、それでも生きるんだよ。生きる目的がなくても。そうだよ、お父さんな、お前だけが生きがいなんだよ。お前が死んだら、お父さんだって生きちゃいない。死ぬなよ、死ぬんじゃないぞ、幸子。約束するわ。愛は空、愛は海、愛は鳥、愛は花、愛は星、愛は風、愛は僕、愛は君。僕はとても愛しているよ。君のその手にそっと触れたい。僕は君だけ愛しているよ。松尾さん、私生きるわ。生きるってお父さんと約束したの。これから先どうなるか何もわからないけど、一日一日辛くても生きていくわ。君が生きるなら僕も一緒に生きる。私と一緒に。そうだ、一緒だよ。私たちこれからどうなるの？どうなっても一緒だよ。血小板が1万に下がっています。出血傾向が出ているので、プレート輸血で出血は持たせていますが、骨髄検査の結果次第です。そうか。血液を作る骨髄そのものが癌細胞によってかなり破壊されている。出血を止める血小板もさっちゃんの血液の中にはほとんどない。このままではそのうち
体中から大出血を起こして、サッチャン、手の施しようがなくなるぞ。放射線療法はどうなんだ。今の場合何の役にも立たんよ。じゃあ BCG による免疫療法は。こんな急場では間に合わん。どうすりゃいい。どうすりゃサッチャンを助けることができるんだ。こうなったらたった一つ、たった一つしか方法はない。なんだそれは。健康な骨髄を幸子に移植するんだよ。それしか幸子の命を救う方法はない。骨髄移植か。先生、僕ですね。兄弟の骨髄が一番いいんでしょ。その通りだよ。兄弟間の骨髄移植は成功率が高いんだ。先生お願いします。僕の骨髄で幸子さんが助かるんなら、こんな嬉しいことはありません。ありがとう光雄君。しかしね、これはあくまでも賭けなんだよ。骨髄移植をしたからといって幸子が助かるという保証はない。それなのに君は危険な手術を受けなければならない。しかも死ぬ可能性もあるんだよ。先生に止められなかったら、僕は北海道で幸子さんと死んでいました。あの人のために死ぬことは平気です。僕は今幸子さんの兄に生まれてとても幸せなんです。他人ならどんなに彼女を愛しても命は救えません。兄弟だからこそ救えるんだ。こんな素晴らしいことってありますか。こんな確かな愛の証がありますか。先生お願いします。僕の骨髄を使ってください。幸子にとって最後にしてただ一つの白血病治療方法、骨髄移植の手術を行う日が来た。行きましょう。はい。シリンジや三つ子、幸子、始まりました。それで結構して実の兄弟だと分かっても、幸子と三つ子の恋は止むことはなく、二人の愛はますます激しく燃え上がった。彼らにとってこれは手術ではなく、むしろ結婚だった。二人は死を乗り越えて一層深く強く結びつくのだ。シゲルは行き詰まる緊張の中で慎重に手術を進める。三つ男の炎のような愛、シゲルの凄まじい熱意、医師たちの努力、家族の必死な祈りがついにこの困難な手術を成功させた。幸子は生き返り、蘇った。
三沢君が骨髄をくれたおかげで助かったんだよ。本当に幸子の命の恩人です。いくらお礼を言っても言い足りません。いやもう結構です。幸子さんいい顔色だな。ほっぺたが桜色だ。本当？本当よ。三沢さんからいただいた健康な骨髄が幸子の中でフレッシュな血をどんどん作り出してるんですもの。私の体の中で三沢さんが生きてるのね。そうだよ。あ、幸子、この顔色が桜色から真っ赤になったぞ。やだ。どこ行くの幸子？お父さんのところ行くの。まだダメよ、ベッドを離れちゃう。元気になった姿をぜひお父さんにも見てもらいたいの。お父さんきっと喜ぶと思うわ。おいよ、そりゃいいことだ。行ってこい行ってこい。送ってきますよ。お月が現れたらお父さんがっかりするわ。一人でピンピン行かなくちゃ。そりゃそうだな。幸子さんの骨髄移植経過は極めて順調だな。三沢君のおかげです。なんて感謝していいか。だが大島、さっちゃん、この後が厳しいぞ。分かってるよ。今回は骨髄移植で乗り切ったが、またいつ癌細胞が飛び火して脳に腫瘍を作るかもしれん。前にやっつけた腫瘍は33グラムとすでにかなり大きかった。だが今度腫瘍ができたらもっと大きくてもっと悪質だぞ。第一、今度腫瘍ができたらもう手術はできん。幸子の体力が極めて低下してるからね。助からんというのか。また腫瘍ができるかどうかは分からん。永久にできないかもしれん。そうです、その通りです。教授、幸子はまだ死ぬと決まったわけじゃないんです。まだまだ白血病と戦うチャンスはあるんです。脳腫瘍ができる前に白血病をやっつけるんだ。大島、これからは今まで以上にさっちゃんの病状に気をつけるんだ。頭痛がする、めまいがする、手足がしびれる。どんなわずかな病状も見逃すんじゃないぞ。脳腫瘍の兆候だな。そうなったらさっちゃんは死ぬ。死ぬんだぞ。さっちゃんは死ぬ。死ぬんだぞ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 。桜が満開になる頃、幸子は家に戻れた。大島家も穏やかで静かな日が続いていた。しかし幸子にはひたひたと死の予感が迫っていた。おはよう。もう起きてたの？おはよう。あら、こんな朝早くからお掃除してるの。どうしてかしら。なんだか急に片付けたくなっちゃった。あら、見事に咲いたわね。去年よりずっと綺麗だわ。でもかわいそうね。パッと咲いてパッと散っていくんですもん。なんだ幸子、お前が俺を起こしに来るなんて珍しいな。家から早く早く。おい遅いよ、分かったよ。さあ、歯磨いて、ひげ剃って。おい、これはお前、お母さんの言うことだろ。お母さんの代わり務める気か。そうなの。今日一日、幸子があなたの面倒を見るんですってよ。そういうこと。だから母上はゆっくり遊んでいてくださいませ。なんだよ、お前どういうつもりだよそれ。今日は何日？
確か4月の3日。おい、あ、俺の誕生日だ。あ、お父さんの誕生日だよ。なんだ、誕生日だったんだ。忘れてたんでしょ。私の病気のことで夢中になっちゃって。今夜のお父さんの誕生パーティーね、私が主催するなよ。いや、そりゃ気持ちはありがたいよな。お前体の方はどうなんだ？異常はないかなんか。全然、健康そのものです。ご飯だよ。はい。わ、三つ葉さん。君のエプロン姿、初めて見たな。似合いますか？ああ、かわいい。若奥さんって感じだね。私、一度でいいからこんな格好してお嫁さんの真似してみたかったの。お嫁さん、今日は僕に何の用だい？お父さんの誕生日のごちそう、私が作るの。材料の買い出し、一緒に行ってくれませんか？あ、いいよ。すいません、これください。はい、ありがとうございます。当店の大サービスのご案内です。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。お父さん、お母さん、おじいちゃん、みんなの好きなもの分かったわ。三つ葉さん、何が食べたいですか？君の作るのなら何だっていいよ。大サービスのご案内です。三つ葉さんの食事を作るのが夢だったの。おいしい、おいしいって食べてもらいたいの。だから何でも言ってください。何がいいですか？お求めください。じゃあ遠慮なく注文しようかな。人参、玉ねぎ、じゃがいも。ですかそれ？だけどもカレーライスの材料販売しております。大変そうだね。鉄道か。男の人は台所へ入ってしちゃいけません。なんか古風なんだね。古風で家庭的な女の子なんです。さあ、向こうで待っててください。ねえ、三沢君、幸子はどうしたの？何してんだよ。夢中でごちそう作ってますよ。ああ、そうか。今日は何から何まで一人でやるって大張り切りなんですよ。どんな料理が出てくることか。何が出てきても嫌な顔しちゃいかんぞ。え？まずいなんて言ってみろ。この俺が許さんぞ。あ、お父さんたら冗談も言えないわね。手術はできん。助からんというのか？頭痛がする、めまいがする、手足がしびれる。どんなわずかな病状も見逃すんじゃないぞ。脳腫瘍の兆候だな。そうだったらさっちゃんは死ぬ。死ぬんだぞ、死ぬんだぞ、死ぬんだぞ。お父さん、誕生日おめでとうございます。おめでとう。じゃあ、ありがとう。こんな嬉しい誕生日は初めてだ。幸子、これもみんなお前のおかげだよ。本当にありがとう。幸子、
お前どうしてそんなにみんなの世話ばっかりするんだ。今日はお父さんの誕生日、お父さんに感謝する日、そしてみんなに感謝する日。私この一年病気になってとっても辛かった。だけど病気になったためにみんなからすごくすごく愛されてることに気がついたの。みんなの愛や励ましがあったからこそ頑張ってこられたの。こんな素敵な、こんな素晴らしい家族を持った私は世界一幸せな娘だわ。幸子って名前の通り幸せな子よ。家族のみんなにお礼が言いたいわ。本当にありがとう。おじいちゃん、私の大好きな歌歌って。あの月の砂漠か。うん。おじいちゃんおんちだからさ。でも可愛い幸子のご要望とあれば歌うよ、おじいちゃんね。いや、いいかい。行くよ。うん。月の砂漠を春バルト旅のラクダは行きました。金と銀との自動車と2人のご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いつおさん、おじいちゃん、何を考えてるんだ。今日の幸子、どうしてあんなに夢中になって一日中働き続けてたのかしらね。実は
俺も気になってたんだ。今日の幸子見てたら、なんか明日にでも嫁に行ってしまいそうな。今日限りに別れて、どっか遠くへ行ってしまいそうな、そんな気がしたよ。お嫁さんに行ってくれるんだったら、どんなにいいかしら。私ね、幸子がみんなにさよならって言ってるように思えたの。もう寝ちゃった？幸子どうした？お父さんとお母さんの間で寝かせて。子供の時みたいに一緒に寝たいの。ね、いいでしょ。幸子ったら急に甘えん坊になっちゃって。まだ子供なんだよ。ほら昔よく雷とか台風怖がって俺たちの寝床に潜り込んできたじゃないか。お父さんはヒゲがチクチクしてるし、お母さんは嫌がりの匂いがするし、とってもいい気分になってすぐ眠れるの。もう一度子供の頃に戻りたいな。何を言ってるんだ幸子。明後日は大学の入学式だぞ。大学生になったらもう立派な大人だ。しっかり医学部で勉強していい医者になるんだぞ。分かってます。立派な医者になって病気で苦しむ人を一人でも多く救うこと、それが私の仕事ね。私は助けてくださった方への恩返しだわ。その通りだよ。頼んだぞ幸子。お父さんの言う通りにします。だから今夜だけは子供みたいに会わさせて。いやそれは構わんが、お前体の方は本当に何の異常もないのか。大丈夫、安心してお父さん。そうか、じゃあ今夜はここに寝なさい。嬉しい。暖かい。いい気持ち。なんだか眠くなっちゃった。幸子、今日は働きすぎたのよ。さあ早く寝なさい。ねえ母さん。ん？明日6時に起こしてね。お父さんと三男さんと一緒に海に行くの。起こしてあげますよ。明日いいお天気だといいわね。お父さん、おやすみなさい。ああ、おやすみ。お母さん、おやすみなさい。おやすみ。よく眠るのよ。OK ですよ。今行くわ。じゃあお父さん出航します。お見送りありがとう。本当にありがとう。お前な、昨日からやたらとお父さんにありがとうありがとうって言うけどな、お父さんの方こそ
お前にありがとうって言いたいね。どうして？お前は本当に勇敢でひたむきな娘だよ。お父さんたちにとってお前は誇りであり生きがいなんだ。お母さんと二人きりでしみじみとよく話すんだ。いい娘を持った、こんな嬉しいことはないってね。私そんなにいい子なの？そうだよ。お前はたった18なのに白血病に負けないで見事に生きてきた。どんなに辛かったか、どんなに悲しかったか、苦しかったか、それなのにお前は泣きもしないでニコニコと笑って戦い抜いちまったんだ。お父さんな、幸子に人間の強さを教えてもらったよ。こんなありがたいことはないよ。お父さん。しかもだ、お前はお父さんが本当の父親じゃないって分かってるもん。ちっとも態度が変わらん。昔のように子供の時のようにお父さんお父さんって呼んで抱きついてくれる。こんな嬉しいことはないよ。そんなこと当たり前じゃない。だって18年間お父さんは私を愛し続けてくれたんだもん。本当に素直でいい子だよ。ありがとう、ありがとう。お父さん。ここからは花王 NEC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。じゃあお父さん出航します。行っといで、気をつけてな。お父さん、行ってまいります。あ、行ってらっしゃい。So
その時茂野は激しい不安に襲われていた。幸子が海の彼方に消えて永遠に帰ってこないような気がしたの。18年間娘を愛し抜いた父親だけが感じる恐ろしくも悲しい直感だった。人間って死んだら生まれ変わるのかしら。生まれ変われたらまた三尾さんに会いたいな。会えるよ、きっと会えるよ。僕たちはまだ知り合ってから1年しか経ってないんだ。たった365日だよ。こんなに愛し合っていてもう会えないなんて、そんなバカなことはない。あるはずがないよ。私何に生まれ変わるかな。花だったら何がいいかしら。そうだ、三尾さんが好きな忘れな草ね。それともパンみたいな犬がいかしら。ある日三尾さんが拾ってくれて毎日一緒に散歩するの。でもどうしてその花がその犬が君だって分かるんだ。反対よ。これから三尾さんが愛するものはみんな私だと思えばいいの。いつか三尾さんの前にきっと素敵な女性が現れるが、私を愛したようにその人を愛してあげて。私だと思って幸せにしてあげて。君に変わる人間なんていると思ってるのか。大島幸子って人間はたった一人だ。たった一人しかこの世にいないんだ。僕は一生君しか愛さないよ。何でもいいから話してね。ああ、私のどこが好き、どこが好きなの。どこって全部さ、何から何までだよ。
初めて会った日、僕を虜にした。
子は？精一杯のことはやった。できる限りのことはやったよ。助けることができなくて、こんな医者があるのかね。自分の娘一人助けることができないなんて。ダメな医者だ。情けない医者だ。サチ君、サチ君、お父さん許してくれ、勘弁してくれ、勘弁してくれ。医者ばっかりやめた方がいい、やめた方がいい、やめた方がいい。サチコ、出発の時間が来たわ。兄さん、私沖縄に帰ります。うん、マリエ、お前これからどうやって生きていくつもりだ。どうやって生きていくのかしらね。たった一つの生きがいだったサッチャンはいないんですものね。人間、目的がなくなっても生きていけるもんなのかな。兄さん寂しそうね。急に年を取っちゃったみたいよ。そりゃ寂しいさ、たまらなく寂しいけど仕方がないだろう。兄さん、みっともないわよ。サッちゃんに恥ずかしくないの？サチコに？そうよ、サッちゃんはあと1ヶ月か2ヶ月の命と知ってて笑って精一杯生きたじゃないの。私たちよりずっと絶望していたはずよ。辛くて苦しかったと思うわ。それなのにさっちゃんは見事に生き抜いたわ。たった18なのに精一杯生きたじゃないの。大人の私たちがこんなに参ってたんじゃみっともないわ。どうでしょう兄さん。リエ、私はサッチャを見習うつもり。あの子に負けないように生きていくわ。何の希望がなくても、何の目的がなくても、
笑って毎日送るわ。だからリーさんもそうしてよ。俺にできるかな。さっちゃんはまだ生きてるのよ。お父さん、お母さん、おばさま、頑張ってって言ってるのよ。そうか。幸子はまだ生きてるんだ。俺たちを見守ってるんだな。俺たちを見守ってるんだな。おはようございます。おはようございます。幸子さんを迎えに来ました。ちょっと待ってくださいね。幸子、三尾さんが迎えに来たわよ。早く支度して下に降りなさい。幸子、おはようございます。おはよう。すみません、お待たせしちゃって。幸子、今日はお前が初めて大学でお父さんの講義を受ける日だ。最初から最後までしっかり聞いてちゃんとノートを取るんだぞ。先生、行きましょう。遅刻しますよ。そうか。いらっしゃい。いってらっしゃい、幸子。皆さん、入学おめでとう。心からおめでとう。私は放射線学科の助教授、大島茂です。皆さんを医学部に迎えて、これから4年間一緒に医学を学んでいけることは非常に嬉しい。早速講義を始める前に一つだけ話しておきたいことがあります。それは私の娘の幸子のことです。幸子は皆さんと同じように当医学部を目指し勉強し、幸いにも合格することができました。しかし入学式にも顔を出さず、今日この教室にも出席しておりません。それはなぜか。死んだからです。それも待ちに待った入学式の前の日に彼女は死にました。もし生きていたら、皆さんと同じように希望に満ちてこの座席に座って講義を聞いていたはずです。その彼女から幸せな将来を奪ったのは誰か。それは私です。父親である私です。ここに
彼女が白血病と戦った半生の記録カルテがあります。彼女はよくやりました。たった18歳の少女なのに精一杯戦って苦しみに耐え抜きました。そして白血病との戦いに勝とうとした時、その時死にました。それはなぜか、主治医である私がダメだったからです。娘の命を救う技術も力もなかったからです。諸君、医者は人の命を助けるからこそ医者なんだ。患者を見殺しにするようなものは医者じゃない。まして教壇に立って人に抗議をするなんて、そんな資格は全くない。私は娘が死んだ時、医者を辞めようと思った。助教授という仕事を投げ出したかった。しかし私は今ここに立って君たちに医学を教えようとしている。それはなぜだと思う？それは娘の幸子が私に教えてくれた。たった18歳の少女が力の限り病気と戦った。私もまた命がけの勝負をしなければならんのです。親が子供に、医者が患者に負けるわけにはいかんのです。私は白血病と戦って本当の勝利をつかんだ時、私は初めて医者になれるんだ。初めて幸子の父親になれるんです。皆さん、そう思いませんか？幸子のような不幸な人間はたった一人じゃありません。世の中にはまだまだたくさんの人がいます。その人たちを一人でも死なせちゃならんのだ。絶対にならんのだ。あのような空席を二度と作っちゃならんのです。皆さんに心からお願いしたい。白血病という血液のがん、いや全てのがんこそが人間の最大の敵なんだ。今日から私と一緒になってその敵と戦ってくれないか。一人でもいい、二人でもいい、私の仲間になってがんに苦しんでる人を救ってくれないか。頼む。皆さんの力を、その若い力を私にください。お願いします。やっぱりアメリカへ行くのか？アメリカは白血病の研究が一番進んでますからね。効果的な治療が発見されるまで向こうで頑張ってきますよ。
服は君にとって何だったんだろうな。全部です。僕の全てですよ。僕が生きている限りあの人は死にません。絶対に死にません。確かに幸子はまだ生きている。幸子の人生は短くても最後まで精一杯生き抜いた。幸子の美しい命の炎はいつまでも消えない。いつまでもみんなの心の中で明るく燃え続けていくんだ。誰かが